こんにちは。そっちから来ておいて、最初のセリフがそれなのはどうなのかな？僕は愛。司が何度かこの辺りに来ていたのは知ってるよ。どうして僕を？わからない？なんとなく、なんとなくで女の子の家まで押しかけるんだ、司は。冗談だよ。いや、冗談でもないのかな。まあ、分かってて住まいを移さなかった僕も半端者だよね。君が僕を探していたのと同様に、僕も君に会いに行こうかどうしようか迷っていたんだよ。結局は偶然という名の無責任に決定権を放り投げて、僕はただ座してここにいた。だから半端者。この出会いは僕の意志で踏み出した一歩ではないから。僕は司を知っているよ。司はきっと覚えていないんだね。学園は楽しい？そっか、ならよかった。ないよ。僕はこんな廃墟暮らしのただのホームレスだから。誰か近くまで来てるみたい。僕見ての通り、あまり人にこの場所を知られたくないんだ。だから今日は。まだ間に合う。そうすればあとはどうとでもなるからね。さあね。でもまたいずれ会えると思うよ。次はきっと僕が君に会いに行くから。今日は話ができてよかったよ。ありがとう。
そ、ありがとう。私なんかのために。昨日、私が何を喋ったか思い返すと恥ずかしくなるけど、うん、でもほっとしたかな。なんだかこれからも頑張れる気がするよ。これも新田くんたちが練習を手伝ってくれたおかげだね。ないんだけどさ、ももが昨日からハイテンションで。ミスター佐藤は？あ、噂をすればですよ。新田くんすごいな、ここまで予測ぴったりとは。佐藤と呼ぶな、大盾。そこなの？そうだそうだ、大盾。キューポー特製卵デラックスマヨネーズ買ってこい、大盾。ひなこ、今日は二人だけでお昼食べようか。うん、そうだね。あー、おじいひー、ルカは購買で買ったパンを袋のカサカサ音を気にしながらトイレで食べるももちゃんが見たいんですか？見たい。
事も済んだし帰ろっか。実はミリアちゃんがそろそろ復帰するらしくて、これから会いに行くんだよね。うん、あ、これ一応秘密でね。ニッタ君はこれからどこか行くの？街に行くって言ってて、大盾さんは図書館に行くって言ってた気がするけど。